これから訳したものを読んでいきたいと思います。昨日はやれなかったです。猫が邪魔してきたからやめるって決めて、昨日はまあまあピアノとか練習する時間に当てましたね。はい。ロシアのクリスマスが来るので、クリスマスツリーやっと出しました。こんな感じで今ね、猫たちがね部屋で寝てるんですよ。よそから来た猫も寝てます。どうやっておこうかな、こんな感じでもっと前に置こうかな感じですね。それでは続きを読みたいと思います。前回はミラさんのインタビューの中で、遠隔チャネリングについて話していました。そこでいろいろな記憶が戻ってきて、昔のことを話したり未来のことも見えてきたりしてましたね。まあ、軍事のこととか話していました。それではミラ、そのような出来事についてはかなり頻繁に思い出します。私と軍事チームの一部は戦車のような重装備の前を歩いていました。将来それは起こるかもしれません。そして彼らは誰もいないような街を歩きます。この街はニューヨークに似ています。完全に死んでいて人はもはやいません。まあ、これは、遠隔か対抗催眠かで見たビジョンかもしれませんね。将来のことを予測しているのかもしれませんね。生きている人間も一人もいません。犬もネズミも猫もいません。そして彼らはアパートの中に入ってきて、敷地を調べ回ります。さっきまで誰かがここにいたように感じました。でも突然消えてしまいました。まあ、これもチャネリングの一つでしょうね。このような出来事と似たような思い出はありますか？コメントできますか？レベッカ、はい、できますよ。私がハルマゲドンのタイムラインと呼んでいるようなものに幽体離脱されて、私のクライアントに会って一緒に幽体離脱をしたことがあります。もしかしたらハルマゲドン戦争の兵士として訓練されているのかもしれませんね。ご存知のように私はここ地球上での核ホロコーストのタイムラインを見せられてきました。でもそれが私たちが正しい方向に向かうとは必ずしも限らないので、アストラルを通してあなたを連れていくことができますよ。アストラルを通して、あなたを連れて行って私と一緒に見ることができます。これまであったもの、そうなる可能性のあるもの、これからも存在するすべてが含まれているので、そこでは何でも起こることができます。ミラ、次のクエスチョンです。私も、古代エジプトで昔経験したことがあるのです。版画があって彼らはスピリチュアルと呼んでいました。黒人で少し動揺していました。まあ、これは自分がエジプト時代の記憶を取り戻して遠隔チャネリングか何かで見たビジョンでしょうか。私は31歳ぐらいでそのような姿で具現化されていました。私が死んだ時、司祭たちはピラミッドの一つの中で儀式を行いました。それについて何か覚えていますか？おそらくあなたのクライアントさんもそこにいたかもしれません。レベッカ、私の唯一の参照点は悪魔の儀式が使用したモントークのもので、ある種の精神破壊技術なので、あなたの言っていることと少し違うかもしれません。その前提は意識を破壊することでした。つまりこの時点で軍隊では使用されていましたよ。70年代後半には悪魔の儀式を行っていました。そしてそれを使って幼い子供たちの心を破壊していました。ミラ、はい、それはまさに私が覚えていることです。死体に戻されて、その後この儀式は私の精神を砕くために行われました。私の将来の人生に大きな影響を与えました。レベッカ、それらは非常に暗い思い出ですね。私にとってもかなり恐ろしいものです。ミラ、私はこの記憶を持っています。ちょっと待って、今ね猫が出ていく、よそから来てる猫が出ていく。どこ行くの？どこ行くの？まあまあ大変ですよ。続きを読み上げたいと思います。
今ね、うちのさ、あの庭で住んでる猫ちゃんもいたので、その子と一緒に外に出て行きました。あのよその猫、道にいつもいる子。ミラ、はい、それはまさに私が覚えていることです。死体に戻され、その後この儀式は私の精神を砕くため行われました。私の将来の人生に大きな影響を与えました。リベッカ、それらは非常に暗い思い出ですね。それは私にとってかなり恐ろしいものです。ミラ、私はこの記憶を持っています。魔法使いの男と呼んでいます。私が頭の中で見たものを肉体を持って演じ、大きな夜を過ごしました。自分自身を刺しました。そしてこの段階から点が現れ、それはマニプラチャクラでした。胃の真ん中にあります。それをナグまたはヘビと呼んでいます。レベッカ、ナガスですね。ミラ、はい、そうです。古代のズールのヘビです。次の質問は、すべてのロシアの視聴者、おそらく一部の個人にとって非常に興味深いものです。彼らは神聖宇宙計画の参加者でもあったのです。私はロシアで生まれ、生涯ずっとここで暮らしています。海外には行ったことがありません。兵役に就いたこともありません。両親もいません。私が覚えているのは、ドイツの秘密宇宙計画と、米国人女性の一人と、米国空軍のことなのです。まあこれ、前世の記憶かしら。これは前世の太鼓催眠かもしれませんね。私はロシアに住んでいますが、記憶はドイツか米国に関するものなのです。おそらくそれらの記憶はホログラフィックである可能性もありますか。それとも生まれる前にこの契約が署名されている可能性はありますか。レベッカ、絶対にそれは良い質問です。私が観察した限りでは何でも可能であるように思いますよ。何百人の人々を仕事で観察してきました。驚くことはなく、あなたが最後に言ったことは非常に重要です。生まれる前に何かに同意したか確認する必要がありますね。アカシックレコードにあると思います。クライアントと一緒に私たちは生涯の、旅、生涯にわたる魂の旅に注目しているところです。まだこの続きがあるのですが、すごく、みんな同じこと言ってますね。はっきり言って、マリナさん、マリナセレンさんも同じこと言ってましたね。前世でドイツの記憶があるとか、その時の魂を引き継いで他の国に生まれてきているのかもしれませんね。例えばスペインに生まれる人や、アメリカに生まれる人や、ロシア、フランスなど、みんな共通した記憶があるっていうか、そこが興味深いです。で、まあこうやってロシア語から英語に通訳さんが訳して、それを聞いて、レベッカさんが英語で答えて、でまたロシア語の通訳さんが英語で通訳して英語からロシア語に変えて、それをまたミラさんが聞いてからっていうので、すごくね、長いインタビューとなっております。まだ続きがあるのですが、今日はここまでです。何かね、猫ちゃんたちがいろいろ、昨日は活発だったので、とてもできないかなと思ったので、ちょっとピアノの練習とかしてて、それはまあジャズピアノの練習してたんですけど、そうするとリフレッシュできますね、他のことしてると。そんな感じで続きはまたやります。ミラさんのそのロシア語のチャンネルからこのインタビューを見つけました。そしてレベッカさんは結構いろいろなところに、もしかしたらマイケル・サラ博士のところでも出てきたかもしれません。そして結構ロシアとそうやってアメリカがつながってたりするので興味深いです。そして今現在レベッカさんはアラスカに住んでいるということで、まあイリアナさんがどこだっけ、カナダのオタワの近辺、結構アラスカに近い場所ですね。みんな結構天然バラバラなところに住んでる人たちがそうやってズームを使ってインタビューをしていたりして、同じようなこと言ってるからとても興味深いです。それではここら辺で終わりにしようかな。本当はね、ピアノのね練習してるのを録音しようと思ったんだけれども、まだ
もしかしたら後でやるかもしれないし。それではここら辺で終わりにしようと思います。ロシアのクリスマスが8日なので、ちょっとクリスマスツリー出してきて飾ってます。それではまた、チャオチャオ。